Let's Stay Together。 この番組は三浦市在住の私、音楽プロデューサー、サックスプレイヤーの姉浅本千佳と映像クリエイターの妹ミカ、私たち姉妹がローカルラブのコンセプトでファッション、ライフスタイル、グルメ、経済などコミュニティの情報を国内のみならず世界につないで共有するといった音楽バラエティ番組です。皆さんこんばんは。こんばんは。いや毎日暑いですね。暑いですね。本当にちょっとどのくらい暑いんでしょうね今年は。今年はエルニーニョとラニーニョが一緒に来てますからねいや本当にね、半端なく暑いですよ。実はですね、調べました、うん、なんと気象庁は2023年6月20日に猛暑見解2023年というものを発表しましたね、うん、でこれはですね、全国的に平年より今年は暑く、7月下旬から8月上旬にかけて暑さのピークを迎える見込みだそうです、うんうん、まだピークじゃないんですよこれ。参りました、ね、もうこうなったら夏バテにならないよう体調管理が大切ですよね。本当ですよね。そこでですね、今月はズバリこの猛暑を皆さんと涼しく過ごすためのおすすめの方法をご紹介していきたいと思います、うんうん、はい、ね、夏にぴったりの涼しげな音楽もたくさんかけていこうかなと、うん、はい、夏といえばサンバ。サンバね。そうね。暑くならない。そうね。ちょっと暑そうね。そうそうそう。でも涼しくはなんないな。でもさ、夏結構やってたよね。浅草とかね。あの浅草や朝麻布十番サンバ祭り、麻布十番もやってましたね。サンバカーニバル、あれはより夏を暑くするためのそかそか感じですよね。じゃ何？いや、ボサノバでしょ。あ、そっちか。ボサノバでしょ。今一瞬流しそうめんって言いそうになっちゃった。音楽の話ね。音楽ね。そうそう。流しそうめんも涼しくていいね。まあ、じゃあ、あの、ボサノバ聞いて流しそうめん食べていただきたいなと思います。では、曲1曲目。涼しげな曲といえば、ボサノバ、はい。では、聞いていただきましょう。イパネマの娘。鉄板。聴いていただいた曲はイパネマの娘、ジョアン・ジルベルト、スタンゲッツ。ちょっとなんか一度ぐらい下がった感じがしますね。体感が本当かなんか去年もやりましたねボサノバ。去年もちょうど時期に軽くディスりながら、うん、同じようなことやりましたね。ねえ、ね、ボサノバはやっぱり夏の定番なんですよね、うん、でなんといっても一瞬でなんかおしゃれなカフェでそうにいるような雰囲気になりますよね、うんうんうん、でそこでボサノバの歴史を少しここでちょっとうんちく垂れますよ、うん、垂れてください、はい、ボサノバはですね、まあ、皆さんよく知ってるあの曲なんか多いと思うんですけど、これはね1950年代中期にリオデジャネイロに在住していた白人の若手ミュージシャンたちによって作られたんですよね。で、ブラジル、さっきのサンバとかやっぱり地方によってはアフリカからこう連れてこられた、まあ、奴隷が作り出したリズムだったりとか曲っていうのがあるんですけど、これはやっぱりねそのちょっとこう浮遊そう、うん、中流以上の白人の都会に住んでるミュージシャンたちが、うんうん、あの洗礼されたおしゃれでしょっていう音楽で作られた音楽なんですって。おしゃれってやつですね、いわゆる。で、まあ、代表的な作曲家としてはね、ボサノバの、まあ、皆さんご存知だと思いますがアントニオ・カルロス・ジョビン、そして歌手でギタリストでもあった先ほどのジョアン・ジルベルト、うん、で、ね、ブラジル政府の外交官にしてジャーナリストも兼ねたというインテリのですね詩人ビニシウス・ジ・モライスっていう方がね、うん、一生覚えられないから何ですか、もう一度お願いします。ビニシウス・ジ・モライス、ね、さんが、うん、作詞をがね、あの有名なんですよ、そのボサノバといえばね。で、まあ、先ほども言いましたようにボサノバの誕生はね、その裕福な実家があるそのなんていうのスタジオにみんながこう若者が集まってね、うん、こんなのかっこいいんじゃないなんて言って作られたって感じなんですよね。ベースはサンバ？
ベースはだから、うん、そうそう、結構ウエストコーストのジャズなんかにも影響を、うん、受けて、受けたその若者たちが、まあ、自分たちのちょっとサンバじゃな、ちょっとおしゃれじゃないなみたいな、そういう感じ、まあでもベースにはそういうものがあると思うんですけれども、でそういうボッサノーバーと、まあ、みんなが呼ぶようなそのおしゃれな音楽を作ったわけですよ、うん、その人たちだけの、まあ、一部のその若者層だけにそのボサノバっていうのは知られるようになったんですけれども、うん、その反面海外への浸透度は早く、うん、60年代になると、先ほど聞いていただいたジョアン・ジルベルトが、うん、アメリカのジャズサックス奏者、うん、スタン・ゲッツと共演した、うんうん、ボサノバアルバム、ゲッツ・ジルベルトが制作されて、うん、アメリカで大ヒットを飛ばすんです、うんうん、でだからアメリカ人は、まあ、それでもすごい熱狂するわけ、うん、いやなんといいこうリズムでおしゃれな音楽なんだろうって言って、このアルバムの大ヒットとともにね、みんなこうまあ、浸透していくわけなんですけど、だからスタン・ゲッツがボサノバを作ったと思っちゃってる、そういう人がすごく多かったらしいんですが、これもやっぱブフロムブラジルなんですよね。で我が国日本においてはですね、そのボサノバが入ってきたのは、そのアメリカと同様に1960年代初期のこと。やっぱりね、ジャズ人気に伴う形で、多くのファンを獲得したんだって。じゃあ、うん、でもそれもやっぱスタン・ゲッツ？そうなのよ。だからやっぱりこのブラジル音楽っていう、なんていうのかな、ワールドミュージック的なことだったら、多分ここまで人気、まあ、皆さんに知られることはなかったんじゃないかなって感じです。その速度でってことですよね。そうなんですよ。でさらにですね、アメリカから帰国した渡辺貞夫さん、サックスプレイヤー、これがですね、これがって言っちゃったけど、うん、渡辺貞夫さんがですね、うん、1960年にジャズ&ボッサっていう、やっぱアメリカでねすごいトレンドになってたんで、まあ、自分もそういうアルバムを作ったんでしょうね。でそれがね、日本におけるボサノバブームに火をつけた。だからアメリカではスタン・ゲッツ、そして日本では渡辺貞夫さんが、まあ、ボサノバのなんていうんですかね、うん、草分け、草分けなんでしょうね、うん、まあその後はね、やっぱり私たち80年代90年代は小野リサさんね、ブラジル出身のアーティストなんですけれども、うん、まあ小野リサさんをの活躍でそのボサノバを知った方もたくさんいますよね、うん、いやまあ、何しろおしゃれな音楽、うん、まあ、カフェで必ず流れてる音楽っていう形で、うんうん、まあ、ボサノバっていうのはもう広くね、うん、いわゆる渋谷系とか流行った時期とこうちょっとリンクしてるわけですよ、うんうんうん、そうじゃなかった？カフェ音楽とかね、カフェミュージックとか、そうそう、うん、カフェ飯っていうのも流行ったね、うん、今なんかそういう音楽と空間というか、そういうなんか一致したトレンドってある？今やってるのはスターバックスですよね。あ、スターバックスは必ずここはニューヨーク風とかなんとか風なんとか風ってやって、そのジャズを、ジャズだけが流れてる店舗とかもあるから、ね、でもこういうなんかブームにはなってないよね。今そういうのないよね。だからでもやっぱりカフェに行ったらボサノバとか、ま、かかおしゃれなのかかってんじゃないの。そうか、まあ、でもやっぱりなんかこう一気に涼しくなるよね。そう、一度暑苦しくはないよね。そう、なんかね、涼しげな、涼しげ、やっぱりなんかブルーノマースよりはボサノバかな、涼しくなるのは、歌い上げちゃう感じよりはいいかな、ボソ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 ってねまあまたあのね、ポルトガル語がおしゃれなんだよね。やっぱりファンクよりボサノバ、夏はっていう感じで、ね、ぜひこの夏、先ほどのイパネマは有名ですけれども、たくさんの曲をね、うん、ちょっと皆さん調べて聞いてみてください。さあ2曲目にお送りした曲はマイケル・フランクスのエッグプラント、うん、流行りましたね、この曲も。エッグプラント、ナスだよ、ナス、なんでって感じなんだけど、初めナス、ナスってタイトルにね、うん、でもねこの曲でなんか意味があるんだよね、きっとね。そうなんですよでもさ、この曲で
あの日本のリスナーはあ、ナスってエッグプラントって言うんだって知った人いっぱいいるらしくって、そう。でもなんでナス、なんでナスなんだろうすごいですよね。で、まあ、この曲ね私も大好きだったんですけど、この歌詞をね、ちょっと歌詞の意味を今調べるとですね、うん、ナスを使った料理を19種類も知っているナス料理が得意な女性と、うん、その女性に魅了された男性の歌なんですよ。実話だな。じゃあ実話かなナスが好きだったのかな。でもさ、やっぱりさすがあの AOR のおしゃれ番長マイケル・フランクスが歌うとおしゃれになりますねおしゃれになるな。そうなのよね。えこれちょっと日本語だったらねどうなのって感じなんですけれどもね、ナスだもんね。私の愛する人はナスの水びな、なずびたし、煮びたし、ナスのぬか漬け得意なのさって歌ってるってことでしょ。それも19種類も知ってんださってそういう感じじゃん。麻婆ナスにもすんのさみたいな、そういう歌なのかなおしゃれになるかしら、わかんないな。でもそうなんだそう。でもさ、この曲をはじめマイケル・フランクスの歌には時々ねフルーツやお酒などのその食べ物や飲み物が小道具のように登場するの。へしかもね、ナスのぬか漬けとかじゃないわけよ。とても知的に洗練されたセンス、いい表現で歌詞になっちゃうんだから。何なんだろう、これだってさ、あのメロディーだけ聞いたらそんなナスの料理の、うん、全然歌ってると思えないだってナス料理だけで19種類も知ってんだよ。普通好きになるかそんないやでも実話だったんだね。でもなんとか婚って言うじゃない、料理のできる女性の方がさなんかモテるとかさ。そう、うん、なんて言うんだっけそれ、胃袋婚、胃袋婚胃袋婚そんなの今時ある？あるでしょう。そうか、やっぱり料理の上手な女性には惹かれるんじゃないですか男性は。何の種類を19種類してたらもう協力持てる、まあ、確かにナスっていうのはどうかと思うけどなんだろう、まあ、日本男子だったら、うん、味噌汁の種類かな。なるほど、具の種類それ19いけるかも。19いけるでしょ代わり種としてはブロッコリーとかさ、そう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 いろんなの入れちゃうから、納豆とかも入れちゃうから、納豆入れちゃうみたいな皆さんなんかあのナスのね、うん、ぜひあの19種類のレシピ知ってる方、うん、ぜひ番組までお寄せくださいいいていただいた曲はエスケープルパートホルムズで、この曲はですね、ピーニャコラーダソングとして、ピーニャコラーダ、そうエスケープって題がついてるんですけど、この曲を、聞くとみんな ピーニャコラーダソングとしてね、あの知られてるんですよ。でピーニャコラーダっていうのはスペイン語、スペイン語、そう、さっき調べてくれたね、どういう意味でした？パイナップルが生い茂る峠そうピーニャコラーダっていうね。でも、うん、まあだからやっぱり南国のリゾートで、うん、こうよくこう飲まれるカクテルの代表格なんですけれども、うん、まあ、結構甘ったるいんだけどね、うん、どうしてこのピーニャコラーダソングってこの曲は言われてるかというと、うん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 、この曲は3番まであって、うん、現在の彼女もしくは妻ね、うん、との繰り返しの日々に飽きた男が、うん、ある夜新聞に載っていた東宝女、小さいことはどうでもいいけどピーニャコラーダが好きな男を探してますという個人広告に興味を惹かれ、うん、オ・マリーというバーで約束を取り付けるんですね、うんうんうん、そしたらなんとね、バーに来た女は彼の現在の妻であった。で2人は思っていたよりももっと両者の間に共通の趣味があることに気づき、これ以上新しい恋愛を探す必要性をなくす
といった歌詞なんですよ。じゃあ共通の趣味ってのはピニャコラーだってこと。そうでもなんかそのエロ親父がさやめなさいってね、その個人広告にねこう興味惹かれて、でも下心があるわけじゃん、まあ、確かにね、おっしゃる通り ね、そうそう、うん、でそういうことなんだけどね、なかなかでもおしゃれな、うん、まあそこまで言っといてなんですけど、うん、結構ウィットにね飛んだこう歌詞なんですけれども、うんうん、こういうことってあるのかね、わかんないね、え、うん、だからエスケープっていうのはその繰り返しの日々から抜け出そうぜそういうことなんでね、すごいな、なんかもうこねくり回しちゃってるね。クリスマスでさ、うん、あの旦那さんは奥さんに串を買ってあげたいから自分の時計を売ってとかさ、そうで奥さんは旦那さんに言ってあれを買ってあげたかった髪を切ってしまってっていう、そういうのとはちょっと違うね。違うな、ちょっと違うね。これだってさ奥さんもあれでしょ、他の男を探していたってことでしょ。そういうことでしょ。すごいな、そのね、そのクリスマスのいい話とはちょっと違うと思うんだけど、美しい話なのか美しくないのか、でもさ結果はハッピーなわけじゃん、うんうん、って面白いね。そうやって君もそういう男を探してて僕もそういう女を探してたんだけど、そのお互いの、趣味の合う、うん、あの相手は、うん、なんだ君だったのか、あなただったのってことでしょ。うん、すごいな、ね、でもこれさ歌詞なんだろう、歌になるってことは結構そういう全男女のファンタジー、わかんない全くわかりません、ちょっとわかんないな、まあちょっと涼しげな曲とは言えないかもしれないけど、まあ、でもまあ確かにおしゃれ南国のこう南国のアバンチュールみたいな、そんな感じかな、大人のねおしゃれな歌って感じですかね。はい、エスケープルパートホルムズでした。今聴いていただいた曲はスプーキー、ダスティン・スプリングフィールドでした。スプーキーって意味わかる、うん、なんかゾクゾクするとかちょっと気味が悪いとかそういう感じの、うん、意味なんですけど、まあどうしてこの曲をかけたかというと、やっぱり夏涼しくなるためにはだんだん分かってきましたよ、やっぱりホラー、怪談、ミステリー映画、稲川淳二もうさ大丈夫かねえ、でも鉄板でしょ、うん、やっぱり、まあね、夏といえばねお化け屋敷とかね、そう、もうなんかあの火薬ボーンとかっていう映画よりは、うん、まあ、ミステリー映画で、うん、犯人は誰だろうって考えたり、うん、確かにホラー映画夏多いかもね、ねえ、うん、ホラー映画で一番私怖いのはねやっぱりねエクソシスト、うん、あれは未だに怖い。みかちゃんは？私はねキャリーとか、あーキャリーね、なんかこう豚の血浴びちゃうやつでしょ、ローズマリーの赤ちゃんとか、なんかこうローズマリーの赤ちゃん怖いっていうのかな、もう何とも言えない心理的なものね、心理的な、そう、まあ、ホラーと呼べるのかどうか分かんないですけど、あー怖い、ローズマリーの赤ちゃんは怖かったね。だからあのあとねやっぱミア・ファローとかの映画見るとあれどうしてもあの映画思い出しちゃってねでもあれ以来多分ホラーというホラーを見てないかもしれません、もう怖すぎちゃって、でもエクソシストがさすごくヒットしてた時ってああいうちょっと悪魔系のオーメンとか、オーメンも怖い、流行りましたね、流行りましたね。で私ねあるテレビ番組で、あの本井雅子さんっていう方いるじゃないですか、やっぱり猫が好きのね、そう、あの長女役のねお姉ちゃん、本井雅子さんがあの映画が流行った時に、友達に、この映画はね牧師って少女の純愛恋愛、エクソシスト、そう恋愛映画なんだよって言われて、あそうなのって言って見に行って、もうあまりの怖さにびっくりしたっていう、面白いな、そういう話がありましたけど、まあだからやっぱりあれかな、ホラー映画、ぜひね夏の
宿に、ね、ちょっとこの夏何やってるかまだ調べてないですけどね、きっとね、きっとありますよ、うん、そうそう、うん、結構ねこういう鉄板なものもいいですけれども、うんうんうん、夏のね日本の怪談映画ってね見たことある？四ツ谷怪談とか、そう、白黒映画でさ、怖いよね。あれちょっとやっぱり、まあ、エクソシストとかああいうのも怖いんですけど、うん、こう私たち日本人にとってね、うん、あれはもう超怖いよね。本当にあれに比べたらリングとかさ、うん、貞子？貞子、うん、怖い？いやいや怖いよ。怖い。そうかそうか。リングも貞子も怖いよ。いや怖い怖い。もうしばらくあの VHS をこうなんかデッキに入れられなかったもん。砂嵐見たら死んじゃうんじゃないかと思って。それじゃさあれもそうじゃん。あのほどなんだっけホルターガイスト。なんかポルターガイスト。あれもさもうなんかよ今砂嵐ないもんねテレビのそうそう砂嵐見るともう怖くてしょうがない。瞬間でも見ちゃうと怖かったよね。本当にしかもちっちゃい時って今でもあるかわからないけど、テレビって夏になると必ずなんか心霊写真特集とかあってやってたやってた。あんなの見ちゃった日にはもうトイレには行けないわ。もう本当本当、うん、確かに涼しくなるかも。そうでももうなんかトラウマになっちゃうよね。う本当に怖い怖い。いやでもね、まあ夏の夜にね、うん、友達やね家族と一緒にまあちょっとね、うん、見るわって言いながらね、うん、こう彼氏に抱きついたりとかいいね、うん、青春ですね。そういう感じ、そういう感じ。あとはまあミステリー映画はねやっぱりこう謎解きをね、うん、いや緊張感を楽しんで、うん、まあ涼しくなるんじゃないかなと思います、うんうんうん、ぜひ皆さんあの、ね、あのミステリー映画そしてホラー映画で、うんうん、夏の夜を乗り切ってください。怖い。聞いていただいた曲はノーマンのクライボブ・マリー。レゲエは夏でしょ、ね、やっぱりいいですね。そう、うん、でも今日はねこう涼しくなるためのね、うん、アイディアなんかを、うん、まあ、お送りしてるんですけど、うん、まあ、直接的にね涼しさを感じるためのグッズっていうのも今いっぱいありますよね、うん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 、でその中でですねこうちょっと私が、おすすめのもの、まあ、ちょっ と、オールドスクールなのもありますけど、うんうん、あのね日傘、あ最近のね日傘はすごいんですよ。 UV カットもちろんしてるんですけれども本当にねちょっと温度がね 1,2 度下がりますよ。本当にこれはねちょっとゴルフの時に私が身をもって感じた。なるほど、はい、日傘とか差します？まずですね雨でも傘を持たないのでそういう人がねそう日傘を持つとは思えない。でもね直射日光からやっぱり身を守ってくれるし、うん、今は本当に UV カット機能がついてるんで、うん、まあ、紫外線からねお肌を守ってくれる、うん、まあ、結構日傘はねおすすめです、うん、今ね男の人が持てるデザインも、ね、あるってね、あるんで、まあ、日傘ですよね。きっとなくすなあとはね携帯扇風機、あこれね意外とね USB 充電式のものもあって手軽に持ち運べていいんですけど、これもね結構ねめんどくさいんだよね。あのね私の実は友達が持ってるんですけど、ちょっと重い。重いね。その分やっぱりバッグがいつも重いって言ってるそうかで汗かいちゃう汗かいちゃうそうかあとね、最近ねこれもすごいいいなと思った。クールタオル。あクールって首に巻くやつですか？そうです、うん、これね水を含ませると冷感が持続するんですけれども、うん、首に巻いたり体に当てたりして体温を下げる。これねかなりおすすめです、うんうん、ゴルフに行った時にね、うん、美香ちゃんこれ試した、うん、すごい、うん、結構優れもんでしたよね。そうそうそう、うん、で何回かねパタ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 ってすると、うん、その冷感が持続するんですよ、うん、戻ってきてね。そう、うん、あとはね、まあ、やっぱりね扇子。
センスね、うちは、これはねやっぱり瞬時にこう簡単に持ち運べる涼しいアイテムなの。センスいいですね、センス。今年センス買おうかな。センスね、折りたたみ式のね、折りたたみ式のこう和風のね、いい感じですよね。うちわはさ、頑張れスワローズとかさそういうなんか阪神とかそういう球場でもらっちゃううちわしかうちないからね。アイドル応援するとかね、そうさ、そういううちわばっかりになっちゃうからね。そうそうそう、でもなんかセンスっておしゃれでいいね、いい、スッとこう出してね、パタパタパタなんつってね、なんか今変わったいろいろおしゃれなセンスもきっとあるよ、きっとデザイン性の高いの。でもね、あのなんか独特の匂いをしたためたセンスって昔あったじゃない。あのうちの京都の、そうそうそう、京都のなんか匂い袋のと一緒にセットになってるやつでしょ。あれさ、匂いきついね。でもまあ、あのセンスはいいのかなって、見てる方もね、やっぱり涼しげに思えるんじゃないかなと思います。まあね、これらのグッズをね上手に使って夏の暑さを乗り切るっていうのも一つの手かなと思うんですけれども、あの非常にね熱中症患者が増えてるってことなんで、とにかくねこういうグッズなんかを使って暑さ対策をしっかりと行ってほしいものですね。そしてこの涼しく過ごしながらこう楽しい夏を満喫してください。さあ今月もお呼びしましょう、はい、この人の夏は暑いのかな。いや、ものすごい暑がりだから今。暑がりなんだよね、まあ、そこら辺の話も ぐったりしてると思いますよでは株が趣味という身の丈の株情報を得意とします、 CM プロデューサー大磯在住菊池誠さん。菊池誠さん、レッツ投資。ぐるりと回ってくるりちょ、なんかすごい遅い、まあいいや、遅くても、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月はですね、あの私たちの本編はですね、夏をいかに涼しく過ごすかというこの猛暑を乗り切るためのちょっとねアイディアとかでお送りしてましたけれども、菊さんはどんな感じの対策を。僕はとにかくクーラーをガンガン入れて神さんはフリースを着てますね部屋の中で。奥さんがほぼ常にでフリースを着るまでは僕の温度に付き合ってくれるんですけど、頭が痛くなるとさすがに怒るんです。頭が痛いと。そんなにそんなに同じ部屋にいる方がフリースを着るぐらい、そうそう、もうガンガン冷やす。ガンガンっていうかね、俺なんかなんだっけ、熱中症の最近さ、なんで熱中症になるかとかテレビでやってくれるじゃん、あれ体内温度なんだっけ、心温度っていうな、体の中の体感温度が、あの高いとやっぱり熱中症になっちゃうらしいよね、でそのためにほら頸動脈とかああいうところに冷たいもの巻いたりするとさ、首とかね、そう、血管が冷え、血管とか血液が多分少し冷えるんじゃないの。それは体中回るから深部体温っつったかな、そこも下がるというような理屈なんだと思うんだけど、これは多分深部体温が人より高いんじゃないもういくら冷やしても冷やしすぎってことはないんですよでもさ、人間なんかその体温っていうんですか、その今おっしゃってるその温度、体の温度が、あの下がった時にものすごく気持ちよく眠れるらしいんですよ。そうだから、その普通より体温を上げて、そしてそれがスーッと収まって下がった時が一番気持ちよく眠れるらしいんですよ。だから運動して、夜運動して体温を上げるとか、あのお風呂入るとか、お風呂入るとかっていう感じ、
そうだから菊さんの場合はね、だから45度ぐらいのお湯に強いね、そう、入ってもうわざと入って、でも水にバッシャーンといって整った感じで体温下げて、で熟睡していただくって感じになるのかな。でもすごいな。なんかとにかくあの三浦にもクリエイトとかあります？あります、ございます。ああいうところに売ってるさ、ほら入った途端に売ってるその夏のヒヤヒヤグッズみたいなのあるんじゃない？はい、あのこの番組でも紹介しました。はいはい。僕が今使ってるのはなんかね、ねっとりしたあれなんていうの、オイリーな、なローション。ジェル？ジェル？え、ジェルジェル。ジェル、はいはい。のヒヤヒヤジェルがあるんですよ。うん、それをあの風呂上がり際に塗って。シャワーをかけて冷たいシャワーをかけて、でヒヤヒヤな状態で風呂から上がり、うん、さらにあの冷却シートあるじゃない、うん、冷却シートで拭くの、ガンガン体を。どんな熱い男それ、どんな熱い男そこまでしないとダメいやそう、残念だ、デブはきついね、うん、そんなわけで今年はね本当猛暑ですよね。なんかまた明日あたりから暑いらしいよ、明日明後日ぐらいから、ねね、36度とか、ね、でもう7月の下旬から8月の中旬がピークらしいですよ、この猛暑ね。どうですか、うん、株の方のピークはいや、いっぱいね、振りがね。それでね、今日は実はその、日本時間で26かな7かな何しろね、また FOMC で金利の、上限の発表があったりとか、うんうん、それからさらにその同じ日でただ半日ぐらい時間を置いて ECB っていうヨーロッパの方のね、はい、の中央銀行の方でもまた金利の発表があると、うんうん、で1日遅れて、日銀の金利もまた発表がある。だからイベントが目白押しになってるんですよ、うんうんうん、だからホットになるのはその発表があった後に、うん、良くも悪くもホットになるんだとは思うんだけど、うんうん、じゃあもうすごい熱い思いをする方と。いや、それね、ただやっぱりこう全体にみんなもうこう織り込んで織り込んでってずっと織り込んできちゃってるんで、まあその ECB だ日銀だっていうこと以上にやっぱりパウエルさんが何言うかっていうね、FOMC が一番注目されるところではあるんだけど、まあおよそマーケットが見込んでるような数字にしかならないだろうと。どう、まあじゃあ夏をあれですか、もううんとこうカーッと熱くなる人もあまりいないって感じですね。そうだね。だからあとは8月のいつだったっけな、一月ぐらい先になるのかな、ジャクソンホールっていうところで、うんうん、あ、ジャクソンホールね、はいはい、毎年そこで FOMC の議長がね喋ることがすごく注目されるんだけど、うん、そういう大きなイベントもありはするんでね。うん、あとは、まあ、地政学的に言えば、ちょっと、ロシア、ウクライナがなんとなく、さすがにこう、中盤から後半に入ってきて、感じが、ちょっとするよね。うんうん、なんかこう、ウクライナの反転攻勢が、なんていうか、盛んだなと思うと、むしろプーチンがなんかとんでもないことするんじゃないかっていう不安もある。そうなんですよね。もちろん、ロシアが攻勢だったりすると、決して愉快じゃないしね。だからこれをなんかやったりやり返したりしながら、もうちょっとこうもつれ込みながらも、なんか被害も相当大きくなっちゃうし、お互いに、うん、もう静かに終わってくれる分にはまあ正直経済の方も問題ないけど、そうですよね。なんか終わり方がすごく我々が想像しないような、あるいは想像してるなんか悪い終わり方をしたとすると、うんうん、まあ経済もちょっと大きなサプライズ。いや、このやっぱりロシアのウクライナ侵攻って本当に経済的にこうあれですよね、もう世界的にこう影響本当ですねしましたよ ね、うん、まさかこんなに長引くとは思いませんでしたよ ね本当に。まあちょっとそこがマーケットにとってもまあ不気味だなって感じ。なるほどなるほどなるほど。まあそうですね、今菊池さんはどうなんですか、米株とその日本株とどのくらいの割合で。だからね、ちょっとこの間お話しした庭の
入りようが、入りようがあって、ああいう入りようがあると小出しに売っちゃ、あの、小さな利益を出したりとかっていうことで言うと、あの、今日もあの、ちょっと網戸が壊れちゃったんで、網戸壊れたから被るのもいかがかなって気もするんだけど、まあでも、持っていかないとね。この網戸は実は優れもんで、あの、近所の網戸を刺し屋さんっていうの、にやってもらったんだけど、あの、網戸ってほら、貼っちゃうとさ、その外の景色がすごく見にくくなるじゃない、でそれが全然すごくよく見える網戸。へえ、うん、今すごいですね。面白くて、あの、そんなに難しい仕掛けじゃないみたいで、うん、網戸ってさ、ちょっとこう緑色、明るい緑色だったりしない、あれは黒っぽいような、ちょっとそういうものじゃないですか。はいはい、ね、黒なんですよ、ほぼ。不思議なことに黒い網戸って向こうがすごくよく見える。すごい、あんまり向こうがよく見えちゃうもんだから網戸感がなくて、自分が吹くんですよ、バンバン、今日も神さんが梅干しちょうど干してて、それで危ないんですけど、梅干し干したり、あの、部屋に戻ったり、いろいろ出たり入ったりしてる間に、夕食のにちょっと一瞬網戸閉めて、閉めた網戸に気がつかず、そこ突っ込んじゃった。そんなに、そんなに見えないの。トランスピアレントってやつだね。見えないの、あ、見えないですもん。網戸は見えずに景色が見える。すごいな、うん、それ。で、それはちょっとこう株を売らなきゃいけないぐらいお高いものなんですか。いやいやいや、そんなに高くはないんですけど、はい、他にもちょっと、まあ、物入りでね、まあ、あの、売ったんですけど、そうなんです。その網戸おすすめですよ。もしよろしく。ただ突っ込むよ。もう一度突っ込む。突っ込むね。バンバン突っ込むね。危ないね。突っ込むんだよね。うちはちょっと危険だな。うちは危険だな。おちょいだから。でほら、みんな目もだんだん遠くなっちゃってるから、近くのものに対してさ、ちょっと警戒感がそもそも緩いじゃない。本当、本当そうです。バンバン突っ込んだってさ。本当、本当。いや、気をつけてくださいね。今のは強かったよね。それはいいのか悪いのか分かんないけど、でもまあそれちょっとすごい、そういや、それで、うん、あの、実はこれそれで網戸張り替えるのが2度目3度目なんですよ、うん、それ突っ込んじゃって、突っ込んで突っ込んで、うん、突っ込むたびに、でもあの網戸いいよねってもう一回貼ろうってなるわけじゃん、うんうん、なるのよ。だけど今度の今度はちょっとその干してた梅干しの一部が下に落っこっちゃって食えなくちゃったとかいろんなことがあって、うん、被害が大きくなっちゃうわけで、被害が大きくて、ね、もうちょっとあの見にくい、外の景色が見にくい網戸いわゆるオールドスクールなトラディショナルなと、うん、いうことについさっきなったんですけど、その株とはほとんど関係ないんですけど、まあ、すごいね、あえて、ね、この話を株に強引に持っていこうとすると、うん、株の結論というのも、視覚ばっかり見てると突っ込んじゃったりね。だけど、目をそう、なんていうの、落ち着いて見れば、なんて景色もちゃんと見えて、虫も入ってこないみたいな。もうこのコーナーのいつもの鉄則ですよね。もう長い目で見ろと。長い目で見てね。そう。で、突っ込まない。どうぞ突っ込んで、怪我しない。うまいな、うまい、お後がよろしいようで、ありがとうございました今月もありがとうございました、ありがとうございました、また来月です、よろしくお願いします。いやいやいや、厚がりの菊池さんすごいですね。ちょっとラジオの皆さんにお届けできないかもしれませんけど、菊池さんなんかちょっとますますなんか体大きくなったような気がするんですけど、だってあれでしょ、鍛えるのが趣味なんでしょ。でもすごい厚がりなんですよね。そうそう、いつも汗をかきかきね、ジムに行ってらっしゃいますよ、ね、鍛えるといえばこの方すごかったですね。いやすごかった。皆さん知ってます、あのロコソラーレのさつきちゃん、カーリングの、カーリングのすごい変身ですね。すごい変身ですよ。かなりストイックに絞られたっていうか、
うん、あれだけ絞った体、ちょっと皆さんね、ぜひ知らない方はね、ネットなんかであの画像をぜひ検索してほしいですね。いやとてもさつきちゃんとは思えないですよね。そうだね、の子には思えないですね。まあ、夏ねあえてトレーニングするっていうのもいいかなとは思いますけどね。本当に嫌か、いやそんな暑いことしたくない。やっぱり涼しく過ごしたい、ね、まあ、できればクーラーがキンキンに冷えた部屋 で、 そう、うん、でもね、ピンピンやコラーダ飲みたいですよでもね、まあ、夏涼しく夏の夜長を過ごすといえば何といっても花火なんですけれども、実はここでね一つずっと延期になってました、うん、三浦海岸納涼祭り花火大会のお知らせをしたいかなと思います、うん、三浦海岸納涼祭り花火大会は毎年8月上旬にちょっと滑舌悪いですが8月上旬に開かれている三浦半島夏の風物詩です。コロナ禍の影響でですね4年間延期になってたんですけれども、うん、ぜひ皆さんご来場ください。三浦海岸はね京浜急行三浦海岸駅からもう徒歩5分という好立地なので、ぜひ夏のアクティビティの一つとして、花火大会出していただければなと思っております。はい、さあ今回のレッツステイトゲザーは暑い夏をいかに涼しく過ごすかというアイディア満載の1時間となりました。 いかがでしたでしょうか。で、ね、こんなね、おすすめクールグッズあるよなんていうのもね、うん、ぜひぜひ番組の方にも、お寄せください。で皆さんではいい夏を、はい、引き続きお過ごしください。 Let's stay together でした。ではまた来月です。バイバイ。番組お聞きの皆様から私たちへの質問やリクエスト、応援のメッセージなどをお待ちしています。 FM ブルー湘南のホームページからメッセージフォームで送ってください。ツイッターの場合はハッシュタグレディオヨコスカをつけて投稿してください。皆様からのお便りをお待ちしています。